じゃあ久保田さんお願いします。はい、はじめまして、ソニーの久保田と言います。数日前ですかね、1週間ぐらい前に上田さんから、今回のジャンボリー発表登録が全然ないね、なんかないっていう相談を、無茶ぶりを受けましてですね、じゃあちょっとこの前作ったオーソロジーの環境でも説明しましょうかって安受け合いしたのが君の好きで、昨日オープンチェーンっていうLinux ファンデーションのワーキンググループの全体会合があったんですけど、それの宴会も断って12時まで昨日この資料を作ってました。でこの場に僕参加させていただくの実は3回目 でかつ発表させていただくのは初めてなんですね。なのでちょっと緊張しておりますので、お手柔らかにお願いします。で簡単に自己紹介だけ、久保田紀夫と言います。でグローバルユニークで久保田っていう名字って世界中探しても何十人しかいないはずで、ハワイとかにもいるんですけど全部親戚ですっていうようなグローバルユニークな名前でよく覚えてもらえます。ただしよく久保田さんとか小久保さんとかよく間違えます。で会社での今 の活動というかジョブポジションなんですけど、内部では上田さんを筆頭に今日福士さんもいらっしゃってますけど、 OSPO のような完全な OSPO としてワークはしてないような気もしますが、 OSPO のようなアクティビティをやってます。もともとは半年前は放送局向けですねのネットワークとかセキュリティのソフトウェアのエンジニアをやってました。でその中でもちろん PL とかをあとアーキテクトとかやってて、でさらに社内のシステム&インストレーターとかをやってたので、 AWS の管理とかそういうこともやってました。でオープンソースのアクティビティはさっきちょっと話に挙げたオープンチェーンっていう OSS のライセンスコンプライアンスマンですね、そこ のサプライチェーン問題をどうやって解決していくかというところのメンバーとして活動してます。ですごく昔こういう発表させていただくのってか10年ぶりぐらいなんですけど、 HTML5J 今のですね、で昔は HTML5 とか勉強会とかっていうそういうところに参加させていただいていて、そこでさっき2004年っていうキーワード聞いて思い出したんですけど、2004年ぐらいは WebSocket とかあの辺の仕様をインプリしたりとかしてました。でその影響で LightTPP っていうご存知の方もいらっしゃるのかもしれないですけど、ウェブサーバーの WebSocket 実装は僕の実装が元になってたりします。で今はもう完全にクローズしてというか引き継いでもらっていろんなモジュールに組み込まれて、で今日の発表のモチベーションなんですけど、オープンチェーンってソフトウェアのライセンスコンプライアンスを守るためのさまざまな活動があるんですけど、 SPDX っていうファイル形式、Linux 関連の詳しい方々がいっぱいいらっしゃるので、ショートアイデンティファイヤー GPL2.0 オンリーとかその辺がヘッダーファイルとかに付与されてるかと思うんですけど、ああいうのを元にしてどういうライセンスなのか、コピーライトは何なのかっていう、そういったメタ情報、メタファイルとして提供できるような仕組みが、あと仕様が決められてきています。でただすごく重厚長大な仕様なので、それを少しミニマムセットとして定義できないかみたいな SPDX ライトっていうようなものをジャパンワーキンググループでは推進しようとしています。でそういったことでドキュメンテーションとかをいろいろ作ってるんですけど、ポスポジっていうツールがそのライセンスのクリアランスにオープンソース界隈ではよく使われるよという話がありました。でこれ実際使ってみると、SPDX ファイル自体の生成が可能なモジュールが入ってるんですね。でその辺見てくると、 SPDX ライトもそのうち履かせたいよなと思いました。そうすると世の中にいろいろドキュメンテーションはこのワーキンググループの中の方々もいろいろ作成されていて、オソロジーって Docker コンテナで提供されてたり、あとデイグラントベースでビルドできたりするんですけど、やっぱりヘッドをかけてってソース見ていかないとコンテビューションしづらいよね
ってことで、ちょっとソースをかけてみようかなって思って、ここ、どうだろうな、1ヶ月ぐらい見てます。で、それの中で、例えば中国へ行った時に、ベンダーさんに、ホソロジーって使えるんですよとか言っても、実は GitHub にちょっとアクセスできないよとか、ちょっと検索、Google 使えない、なんだろうな、ホソロジーそのまんま、オンラインでテストも、チェックもできるんですけど、アクセスできないとかいう状況が発生したので、じゃあ持ち運びに便利なラズパイに入れて持ってって、でもしたらどうかなっていうのでやってみてます。で、今日お話しすることは、実はすごい導入部分で物足りないかもしれないです。で、一番最初ソースコードからどうやったらインストールができるか。で、それは Ubuntu であるとか Debian であるとか一般的な PC ディストリビューションからラズビアンって実はソースコードインストールの方法ってホソロジーのウェブ上に書いてあるんですけど、そのままではうまくいかない。なのでそこをどうやってインストールしていったらいいかっていうのを内部を見ながら説明しようかなと思っています。なのでその各インストールスクリプトが何をしているかをちょっと追ってみます。で実際ラズパイでラズビアンの、新しめのバスターかなにインストールする際にはこの辺のディフもほとんどないんですけど、ディフこんなもんですよと。でパフォーマンスどれぐらいですかっていう簡単なものだけ説明します。でこれやるとインストールの中で何が行われてて、どういう構成で構築されてるかっていうのが分かって、でじゃあどの辺のコードを読んで、でフィーチャーコントリビューションしていこうと思った時にはここを手入れれば大丈夫かなっていうのが分かるっていう、そういうところを目指しています。で早速インストールスクリプトを見ていこうかなと思ったんですけど、ホソロジーメーリングリストでいろいろコミュニケーションを行われてたり、あと GitHub 上のコミュニケーションとウェブ上のドキュメントをさらっとまず眺めて見てました。でいきなりわからなかったのがGitHub 上でやってるので、じゃあどうやってコントリビューション先の PR 受け付けてるんだろうとか、どういう開発プロセスなんだろうっていうのをずっと見てたんですけど、ごめんなさい、正直わかりませんでした。で、Git ログの、コミットグラフ見たりとかもしてたんですけど、どのタイミングで、どこをどういう開発ブランチとマスターブランチとって開発するときっていろいろ分かれてたり、あと Git フローみたいなモデルで開発進んでたりっていうのがよくあるんですけど、よくわからないです。で、どう見てもマスターブランチで好きな人がマスターブランチからフォークして、で、インプリメンテーションしたらマスターブランチに先導 PR しているように見えます。でかつ開発者向け Wiki に一応こんなことでやってくださいねっていうのが書いてあるんですけど、これもソースのクローンはGitHub のマスターのリポジトリからクローンしてねみたいなことが書いてある。なので今回はそのマスターデベロップというかマスターヘッドが、とりあえず開発の最新版だと思って話を進めていきます。でもしこういうお作法でコントリビューションをかけた方がいいよっていうのを知ってる人がいらっしゃったら、ぜひ教えてほしいなと思ってます。で、早速ですけど、インストールフロームソースっていう項目が、Wiki 上、先ほどの開発者 Wiki 上にちゃんと書いてあります。で、これ結構いろいろなことが書かれてるんですけど、押さえるのはたった5つしかなくて、このリポジトリに含まれている FO、ホソロジーだと思うんですけど、FO グリーンゴールドっていうスクリプトと、それからインストールデックスっていうスクリプト。で、ここまでやった後にトップソースギアからメイクして、メイクインストールして、で、最終的にインストールされたもののポストインストールのスクリプトを走らせるだけ。これだけでソースコードからインストールが終わるようになっています。で、インストールデックスじゃあ何やってるのっていうので、ソースコードを見ていきます。で一番最初いろいろシェルスクリプト読み込んでソースしてます。で各種環境変数であるとかファンクションの定義とかを行った上で、
実際に全てルートで実行、まあ、ビルドも全てルートで実行されています。であとは LSB リリースコマンドを使っていて、でここすごくいけてないというか、一般的にどうやって解決されているのか逆に聞きたいんですけど、LSD リリースコマンドからディストリビューション名とそれからコードネームを取って取り出してるんですね。で、ビルド時それからランタイム時に必要な依存パッケージのインストールをケース分けしてます。でこれ下の方に一応書いてるんですけど、もし Debian とか Ubuntu のディストリビューションでコードネームがストレッチだったら PHP の MB ストリングとかPHP の 7.0 の XML とかこの辺をアプトゲットインストールしてくださいとかって書いてあるんですよ。いやこれもうナイトメアでしかないと思っていて、これ管理していくの無理じゃないと思って、でここを最初になんかコントリビューションしたいなと思ってるんですけど、この辺ディストリビューターの方もいっぱいここの輪にいらっしゃると思うんで、どうやって解決するのが本当はいいですよ、途中で発生してもいいんでしょうか。あ、まあそうですね、それはその通りだと思います。必要なファイルだけ分かっていれば、あとはパッケージとかのマッチングは、じゃあ実はディストリビューションのパッケージでやれよって話です。はい、ここまで親切にやらなくていいよね。わかりました。感想ですね、ありがとうございます。で、まあ、これ以外は特にあんまり問題じゃないかなと思って見てました。で次、メイク、ここはやってることは3つです。で、ここはね、今度親切じゃなくて、ビルドエッセンシャルがない場合は、問答無用でメイクが失敗しますと。まあ当たり前なんですけど。で、これ、ビルドエッセンシャルはインストールされてない場合は、こうやってインストールしてねって、ここはマニュアルに表記されてるんですね。で、なんかちょっと一貫してないなと思いながら、まあそれをやった後で、やってることは3つだけです。でテンプレートなんとか .in みたいなところから実際の環境変数とかインストールされるパスなんかを見て実際のスクリプトとしてあと設定ファイルとして生成されていきます。でもう一つはデータベースとして PostgreSQL が使われているんですけど、初期データベースの構築用のスクリプトが書かれています。でそこもやっぱりその環境に応じて少しだけ変わる変数があるので、それも実際に書かれています。ただバッシュスクリプトで PSQL に SQL 群を流し込むっていうそんなようなスクリプトが書かれています。で最終的にここはすごく綺麗かなと思ったんですけど、ポソロジー自体 のソースコードのビルドが走るんですけど、これはソース以下に全てまとまっていて、かつ機能モジュールごとにディレクトリ分けされています。でソースのコピーライトっていうのはソースコードからコピーライトをずっと抽出するような、ソースコードで、ソースのノモスっていうと、ノモスはどっちだっけな、WebEXP ではなくて普通にテキストマッチング、本当にキーワードマッチングでちゃんとこういうライセンスですよねっていうような推測するためのエンジン、そういったところが 1ディレクトリにまとまってて、で共通で使うようなライブラリはソースリブっていうところに書かれているので、じゃあ自分が興味あるところ、もしくはバグを見つけたような機能があれば、そのコードソースの下の機能モジュールを見ていけばいいかなと思います。で、この辺のバックエンドの実装はオール C で書かれています。で、フロントエンドは PHP がほとんどで、若干、JavaScript があります。で、JavaScript も少し古くてっていうか、まだ jQuery ベースのものなので、まあ、少し昔の JavaScript を知っている人であれば手がかけられるかなと思います。で、あと C++ とか Python とか GitHub 見ると少しどれぐらいのコードというか種類の言語が使われているかって出てくるんですけど、その他の言語に関してはだいたいテストで使われているだけで実装には全く入ってませんというような状況です。なのでちょうどあれですよね、ザビックスエージェントを最近フォーラムで全部書き直すよとかっていうニュースがあったかと思うんですけど、もしこの先パフォーマンスがとかもう少しきれいにしたいなって時には違う言語で書いても面白いのかなと思いました。でさあ次、メイクインストール。でここもまた大変で、メイクインストールの過程で
実は PHP の、 依存解決、コンポーネントパッケージ の、 依存解決が走ります。なのでメイクインストールする前に PHP のコンポーザーパッケージマネージャーをインストールしておかないとダメです。でドキュメント上はウェブのドキュメント上はメイクコン PHP コンポーザーかな、メイクコンポーザーインストールとかいうターゲットがあって、それやると PHP のコンポーザーインストールされるよとかって書いてあるんですけど、実際その辺 の、 メイクのターゲット見ていくと、もはやすでにURL リンクがオブソルトになってて、そもそもカールで取ってこれないとかそういう状況なんで、最初からアプトとかヤムとかあの辺でPHP のバージョンに応じたコンポーザー入れといた方が無難かなと思います。で、あと企業ユーザーさんだと私もそうだったんですが、コンポーザー周りってすごく面倒くさくて、コンポーザーの中で勝手にパッケージダウンロードしてインストールされるんですけど、ビハインドプロキシーの環境の場合ってうまく動かないことがあって、一生懸命探してたら3年前のキータがヒットしてくれて、これで解決しましたと。で、HTTP プロキシーとか HTTPS プロキシーの設定だけではなくて、で、ごめんなさい、これ何に使ってるか分からないですけど、リクエストフル URI っていうのを HTTP の時には True、 HTTPS の時にはホルスにしないと、少なくともソニーの環境ではパッケージがうまくインストールされませんでした。で、かつこの辺エクスポート一般ユーザーでやってて、まあ、でもこれは、まあ、私の単純なミスなんですけど、 SUD をしたタイミングで引き継がれてなくて、あれって思ったこともあったので、この辺 SUDO で -E とか VISUDO でエンドキープなんかをセットしておくのが必要かなと思います。で、コンポーザーのダイアグノーズがあるので、これでチェックしながら、コンポーザーちゃんと動くよねってやってからメイクインストールする、その辺が、企業ユーザーさん向けのチップスになります。で、ここまでやると、フォソロジーに必要な各種、パッケージ、それからアパッチとか、あとポストグレスとか、その辺のインストールが終わり、で、イニトD用の、スクリプトで、システム D 対応は全くされてないですけど、イニトD 用のスクリプトもインストールされます。で、最後に FO のポストインストールをやったタイミングで、欲しいユーザーの欲しいグループが作成されて、で、初期データベースの構築がされて、で、ニトリ登録とかっていうのがされていきます。で、実際に、スタートされて、すべてのサービスが動き始める。で、オートスタート、何でしたっけ、忘れちゃいましたけど、ランレベル3以上で自動起動っていうのも入るので、その辺の設定も全て終わって、まあ、次に起動した時には自動で動き始めるいったようなことが始まります。とか時間ごめんなさい、全然、いや逆なんですよ、終わっちゃうなと思ってですね。で、あと、あ、そうか、飛ばしたんですけど、もともと恐ろしいが入っているような環境でアップデートしたいときにはクリーンオールドしてくださいっていうスクリプトが用意されています。で、これはちょっと危険でもあり足らなくもありっていう状態で、まずアプトとかで入れた依存パッケージは全くもちろん消されません。で、アップデートのときにはまあ正しいかなと思いますが、完全に消し去りたいときは、まあ、自分自身で依存関係見ながらアプトリムーブしてくださいってことになります。で、設定ファイル群はマックアップがちゃんと取られます。ただものすごく古い、今って 3.6 とか 3.7 とかそういうバージョンなんですけど、その 0.9.0 以前はなんかコンフリクトが起きるので全部消し去りますよって言って問答無用で消されます。で、それが行われるんですが、オソロジーでインストールしたすべてのファイルとかディレクトリーが削除されます。で、かつデータベースも豪快にドロップされます。で、オソロジーってソースコードのアーカイブとか ZIP アーカイブをアップロードして、で、解析させるんですけど、そのアップロードした先のそのリポジトリってオソロジー呼んでるんですけど、そこにアップロードしたソースコードとか、それから解析結果の一部のテキストとか、その辺が保持されるんですね。
ただそのリポジトリも全部公開に RM マイナー FR されるので、なんかアップデートしようと思ってクリーンオールドしたタイミングで過去の解析結果全て消えちゃうので少し気をつけなきゃなと思います。でもちろんユーザーとかグループも削除されちゃうので、ちょっとこれはあまりよろしくないスクリプトだなと思ってます。であと、オソロジーのウィキにあのシステム管理者向けのチューニングがいろいろ書かれてるんですが、こっちか、ちょっと情報が古いです。で、何言ってるかっていうと、メールノーティフィケーションができる、まあ、インターフェースがオソロジーにはあるんですけど、特に MTA に関してはインストールしたりとか設定したりとかもちろんします。なので自分たちでポストフィックスとかで最近使われないと思うんですけど救命とかその辺はあのご自身でセットアップしといてねってことが書かれてます。で、あとこっちか、カーネルのシェアドメモリーを増やしてねって書いてあって、ポストグレスが結構あの IPC 対応しててメモリーを食うよって書かれてるんですね。でシェアドメモリーちょっとチューニングしないと動き止まっちゃうかもねって書かれてるんですが、これも本当に概要しか書かれてなくて、この辺かな。なのでカーネルの SHMMAX とか SHMALL この辺を、適切な値にしといてくださいねって書かれています。ただこれって Postgres SQL の、 あのチューニングの話なので、実際に本当に、ちゃんとやるんであれば Postgres の方 の、 あのマニュアルを読むべきかなと思っています。あとはあの PostgreSQL とあと PHP アパッチの設定のことが書かれていて、まあ、ポスト可能なファイルサイズの条件とか、あとはアパッチの、まあポストロジーの URL の設定、それから今度はPostgres側の取り扱うあのデータベースに取り扱うことのできる条件とか、あとはユーザーのオーセンティケーション、オーソライゼーション、その辺の設定ちゃんとやってねということが書かれています。というところで、ここまででソースコードから、なんだ、いろんな PC であったり、あとは組み込み向けもあのクロスのコンパイルさえあればインストールできていくかなと思います。で、実際にラズパイ3にデプロイしてみようと思って、ラズパイ上で作業してました。で、注意点はもうたった2つしかなかったです。で、ここはすごく楽でした。でまずマスターヘッドをクローンしてきたんですけど、あのいきなりバグを踏みました。でつい最近かな、1週間ぐらい前だと思うんですけど、クローズされたんですけど、あの依存がちゃんと書かれてないところがあります。でこれどなたか僕はちょっとご存知ないですけど、24日前ですね。で実際依存関係ちょっと解決できていなくて、4つほどあのディペンデンシーに入ってないものがあるので、それをちゃんと入れなきゃいけない。で、リブブーストのファイルシステム で、それから依存するリブブーストシステムで、で、SSL 系、で、JSONCPP と JSONC のデブが、パッケージが足りないので、それだけ独自にアップしています。あと、PHP と Postgres のバージョンなんですけど、ラスビアンの、バスターは、PHP は 7.3。で、ポストグレスは11です。で、リフトっていうと、本当にごめんなさい、これちゃんと書かなきゃいけなかったんですけど、適当に書いてます。デビアン、Ubuntu しかなかったところに、ラスビアン足して、で、アットゲットで入れる。で、バスターのところに、PHP の 7.0 って書かれてるところを、とりあえず 7.3 って書き換えて、でポストグレスが 9.6 って書かれてるところ、まあ、ここは実際11なんですけど、オールって書き換えて、でここまで、ビルドディペンデンシーかな、ビルド時のディペンデンシーで、同じようにランタイムのディペンデンシーも、ポストグレスが 9.6 とかって書かれてるところを11に直し、PHP も 7.0 って書かれてるところを 7.3 って書き換えて、まあ、そこだけ書き換えれば普通にあのインストールできました。
際、動かしたときに、これが実際にラズパイ3上で動いているものなんですけど、ここですね。8月の26日あたりに、違うな、8月30日にビルドしたものです。で、9月2日に、フリーアールトスはご存知だと思うんですけど、結構大きめのパッケージを入れて、どれぐらい時間がかかるかねしか見てないです。で、まあ、本当に実用するつもりはないので、これ以上ちょっとパフォーマンスを追うつもりはないですけど、まあ、そこそこの時間で解析できたかなと思っており、実際には自己回答型の ZIP ファイルで約18メガです。で、回答後で約1万1000ファイルぐらいかな。で、その中でまず ZIP をアンパックするのに14分。で、あとは並列並行で動いていって、コピーライト抽出は早くて4分。で、マイムタイプの判別も14分。で、特定パターンマッチングによるライセンス判別が13分で、ただ正規表現部分が第1巻かかってて3時間ぐらいかかってます。で、実際の作業ログがこれで、ちょっとソース自体の依存ツリー作ったりとかしてるんですけど、まあ、この辺を省くとアンパックでやっぱり26分から40分ま で一番時間かかったノモスっていう正規表現解析が7時40分から終わったのが10時40分というので3時間ぐらいかかっています。で、解析結果はちゃんとまだ何もクリアランスしてないんですけど、ちゃんと出てきていて、一応、まあ、もちろん正しく動いているように見える、そんなようなところを今動かして確認してました。実際にはアパッチが動いてて、あとはどれだろう、ポストグレスが動いててとか、そんな感じぐらいですかね。あんまり動いてるものは多くないので、アパッチと、まあ、アパッチじゃなくてもウェブサーバーと DB とあとは PHPC、 その辺さえできればコントリビューションできると思うので、これからちょっとやっていこうかなと思っています。というところで、だいぶ30分しかいらなかったっていうのが判明したんですけど、発表としては以上になります。でも何かアップロードしますか。そうですね。あとは言われて少しだけお話しとくと、最後にさっきリンク貼っといたんですけど、マークダウンだけこう書いといたんですけど、後からスライド作るのめんどくさいなと思ったので、なんかいいツールないかなと思って昨日探してました。そしたらマークっていうとても良いツールがありですね。これですね。で、これライセンス GPL バージョン2なんですけど、日本の方が開発されてて、で VS コードにインテグレーションされてるので、ちゃんとプレビューを見ながらマークダウンが書け、スライド化され、で昨日の夜11時ぐらいに見つけて1時間ぐらいで、あ、大丈夫って言って今日持ってきました。それ結構よく村中さんが使ってるかもしれない。あ、本当ですか。はい、少しだけお伝えすると、お掃除結構素晴らしく良くて、で最近もメーリングリストですごく活発にフィーチャーコントリビューションされていて、最新のもので解析させてると、結構商用のものよりも正しく解析してくれるんじゃないっていう感触もあるので、もしソースコードが準備できるのであれば、とても良いツールなのではないかなと思っております。はい、ごめんなさい、以上です。はい、ありがとうございます。何か質問であるとかコメントであるとか
ツッコミであるとか、ボケであるとか。それをちゃんとやるのかとか言って。いいですかね。どうぞ。はい。クリーンウォールでしたっけ。はい。ちゃんと消えるってやつ。はい。で、ここでちょっと使ったことないんで全く分かってないんですけど、はい、その消えるは生かして、その新しいバージョンに今まで使ってた履歴を持ってきたりとかって、どうやるのかな。これフォークリーンウォールドでアップデートするときはこのスクリプトを動かしてくださいっていうようなことがマニュアルにというかウェブ上には書いてあるんですけど、これ使うともう全部消えちゃうので、やるんだとしたらポストグレスはもう一旦止めてデータベースはドロップせずに、本当にホソロジーのファイルだけをビルドし直して、で実際ホソロジーのイント D というかプロセスだけを再起動し直す、うん、でただまだ多分開発が活発で PHP 周りのインターフェースが結構変わるんですね。でどこまで変えてるか実際見てないと分かんないですけど、 OR マッパーとかあの辺の実装が変わってたりすると DB いじってる時もあったりして、でデータベースの構造を変えられてると、まあ、どの道動かないねっていうのもあってなので、ちょっとその辺はコミットログ見ながらどのプロセス止めて動かしてみるとか、その辺をちょっと判断しないといけないかなと思います。はい、他はどうでしょうかね。いいですかね。はい、じゃあ熊田さんどうもありがとうございました。